祖国藩同治11年2月4日は、中国新大末期の軍人、政治家。字は白箱、白馬子、号は、清無聖、送り縄文章。湖南省省合圏の出身。弱体化した、新朝軍に代わり、将軍を組織して、太平天国の乱鎮圧に功績を挙げた。祖国藩故郷。下京16年、湖南省省合圏にて、 ソリン書の長男として誕生。同行18年に新種となるが、皆、豊か2年に、霊文義次郎在職中に、母の死去により、もに服すため帰京。前年の皆、豊か元年に、太平天国の乱が勃発し、真の正規軍である八旗が鎮圧に当たったが、連戦連敗であった。長年うちに八旗は貴族化し、弱体化していた。このため、 新国政府は各地の共心たちに共有と呼ばれる臨時の軍隊の長母を命じた。命を受けた祖国藩は複数の断練をまとめ共有を組織させた。これが後の将軍であり強さを発揮して最終的に太平天国軍を破った。皆豊四年将軍は武将を治む福下が 軍紀大人気が将軍を危険死する相乗をしたため、兵部次郎の大軍を得ただけだった。皆、豊五年、太平天国軍に攻められ、武将が陥落。その後南将で一年かけて、将軍を立て直した。皆豊七年の父の死去にあたっては、非常時のため脱上起伏を行い、母に服さなかった。将軍は皆、豊八年には、九皇を、皆、 豊か10年には、安計を包囲して、翌11年に陥落させた。同年、政府は、祖国藩に対して、恐れを抱きつつも、政府軍ではどうすることもできず、戸部省所宿順は、祖国藩を良好総督、金佐大臣とした。また、チャンス省が上海を除き、太平天国に占拠されたため、救援として、部下の李工省を安岐省へ派遣させた。 李光章はそこで、祖国藩と同じく既存の断連をもとに共有を組織して、Y 軍を作り、同治元年に上海へ向かい、太平天国と戦った。李光章は、同治元年から同治三年にかけて、チャンス章の大半を奪回し、祖国藩も安記章から、太平天国を挟み撃ちにできる体制を整え、同治三年の天型攻防戦で、激戦の末に、 太平天国軍の首都天型を陥落させ、太平天国を滅亡させた。この功績により、公爵とされる。乱後、その功績と兵力の大きさにより、政府から警戒されるようになるが、将軍を解散させることでこれを避ける。用務運動にも参加し、様式の兵器工場の設立、留学生の派遣などを行った。 また、後進の育成にも力を注ぎ、幕下から李工省、佐相当など多くの人材を輩出した。同治4年に、年軍大将に当たっていた千下林鎮が廃止すると、討伐を命じられたが、成果を上げられなかったため、翌5年に李工省に交代した。同治7年、成長に仕える、官民族としては初めて、地方官としては最高位に当たる、直令総督となった。 在任中の同治9年には、天神教案が発生し、その処理に当たっている。同年に、両公総督馬審議が暗殺されると、祖国藩が両公総督に復帰した。同治11年、脳一血により在職のまま60歳で死去。祖国藩は、文人としても一流であり、その作品は、祖文正公前集、祖文正公主書日記にまとめられている。 また、種子学者としても著名であった。弟の祖国家、祖国船、祖帝官は将軍に加わり、太平天国と戦い、祖国家と祖帝官は戦没したが、生き残った祖国船は、良好総督に任命された。また、長男の祖サムサワは、外交官として出世していった。その孫、祖国藩から見て四世にあたる祖サムノ 中華民国の教育者や外交官として活躍しながら、太平天国の将軍として、祖国藩により処刑された、李秀重が記した、李秀重事術を刊行し、蘇家に伝わっていた、李の肉質本を、台北市の国立呼吸博物院に寄贈している。ザウの名、大礼、大苦、大藩、大観、不撃、不相、不せ不随、異政治は、後に、 安岡マサツの著書で紹介され、日本でも知られている。中華民国時代以来、民政のために尽くし近代化を推進した、新朝後期の結出した国家の中席と評価されている。しかし、太平天国を倒したことについては、評判が悪く、天津教案解決に尽力し外国と妥協した、県と合わせ、満州族打倒に立ち上がった反体制派の討伐。 列強に抵抗しなかったカンカンとされ非難にさらされたこともある。近年になり評価が見直されると混乱を沈め平和維持に尽力した点と人材投与が注目されている。並木 P103P109 岡本 P30P58 並木 115P117P162P166 P292P295、平野、P274P276、岡本、P58P60、P68P74、P78P79、P86P93。加藤、P156P158、平野、P274P276、P367。ありがとうございます。